今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。元気です。お二人にお伺いしたいと思います。はい、大家さんって、大家さん、はい、どんなイメージがありますか。大家さんは僕が住ましていただいた時の大家さんは非常に何かこれ食べなさいあれ食べなさいっていいイメージでしたけど、ね、なんか出ていく時に、僕がね出ていく時にはすごく寂しい思いをしましたね。大家さんって感じで、かなり付き合いが深かったんですね。深かったですね。あやなちゃんどうですか。なんか大家さんっていう大家さんに私お会いしたことがないんですよね。現代的だな。そうだな。確かに。でもイメージ的にそういう、そういうことがありました。なんかくださるイメージが。どうせ僕は古いんでしょう。はい、そうではないということでですね、はい、今回まず最初にご紹介するのは、創業以来一貫して不動産の再生に取り組んでいますこちらの企業様です。現在日本が抱える大きな問題の一つに、人口減少という深刻なテーマが挙げられる。そしてそれは私たちの生活に直結する住まいにも影響を及ぼし始めていた。それが全国に影を落とす空き家問題である。すでに社会問題の一つとして避けられないテーマとなったその実態は、近年の状況を示した国土交通省のデータでも明らかであった。人口減少に空き家問題、この2つの現実は物件を所有するオーナーたちにとって深刻な問題となっていた。そんな現状に新しい大家のスタイルを打ち出し、時代の潮流を見極めたビジネスでクライアントの幸せを追求する男がここにいる。株式会社富士興産代表取締役猪子芳文。新たなスタイルに掲げた新大家ライフでは、クライアントの幸福を第一とする理念に合わせ、オーナーの継続だけでなく撤退まで適切にサポート。一人一人に向き合ったプランで多くの会員を支え続けている。今回は数多くの物件再生を手掛けてきた猪子芳文をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。私どもはですね、不動産の再生と、コンサルティングを行っている会社で、はい、今年で16年になります。でそして100年企業を目指している会社でもあります。そしてですね、私どもはですね、大家さんに物件を手放すことを推奨している会社なんです。大家さんに物件を手放す、手放してもらうってこと、はい、はい、それってどういう理解をすればいいんでしょうか。大家さんに物件を手放す、はい、私どもはですね、まあ、不動産業者ではあるんですけれども、はい、私たちの、主な、お客さんというのは大家さんになるんですけれども、なるほど、この大家さんに、行っている、推奨しているコンサルティングサービスで、新大家ライフというのがあります、この大家さんに、我々 このノウハウをお伝えしたりする、うん、まあ、サービスではあるんですけれども、はい、今人口どんどん減ってる時代に入ってるじゃないですか、はい、で、かたや反面物件のストックっていうのはどんどん増えてる。でそのギャップが生まれますよね。そうですね。でそれが今空室問題ってものになってるんですね。空室ね、はい、まあ、これどんどんこれからも増えていくんですけれども、これで一番困るのが、実は我々の一番大事なお客さんである大家さん、はい、あ、なるほど、そうです。入居者の取り合いが始まるわけですので、まあ、今まではですね、大家さんは、まあ、アパート建てませんかって言って建てたりとかですね、うん、まあ、買いませんかって買ったり、うん、そして、まあ、管理会社に任せておけばいいっていう、まあ、運用しておけばよかったわけなんですけれども、うん、これからは、大家さん自らが営業マンになって、うん、いろんな不動産会社に入居者入れてくださいとお願いに回ったりとかですね、うんうん、あと新しい設備を入れたり、まあ、間取りとか、コンセプトっていうのを時代に合ったものをこう自分で企画をして、うん、考えていく、まあ、いわゆる経営っていうスタイルに変わっていくわけなんですね。いわゆる運用から経営っていうことに変わっていくわけなんですよ、うん、でそういう中で、いわゆるその経営というスタイルでやっぱりやっていくってことは、それなりにまあ時間だとか、なんていうんですか、パワーを取られるわけですよ、うん、はい、
まあ、そういう方にはですね、私たちはもうもちろんその家具を持って経営していてくださいということで、うん、我々がこうバックアップをしていくというサービスを行っているんですけれども、かたやですね、大家さんとしてこう物件をこう、まあ、持ってはいるんだけれども、うん、言ってみたらもうこの先将来不安でやってきたくないっていう気持ちを持っていらっしゃる方だとかですね、 あるいはその、まあ、時間と、労力使われるわけなので、うん、他にお仕事持ってらっしゃるとなかなかそこに力をね今以上かけられないとか、はい、まあいう方もお見えになるわけですね、はい、でそういった方っていうのは、中にはですねもう苦しんじゃってる方もお見えになったりするわけですよ。もうそういう方には思い切ってもう撤退してくださいと、もうやめましょうっていうことを、幸せにしてないったらやめましょうっていうことをご提案してるわけなんです。いわゆるもう撤退するのか継続するのかもう今決めるもう時代に入ってますよっていうことを言ってるわけなんですね。オーナーの幸せを追求する新大家ライフ、そのプラン内容について猪子に聞いた。我々が、まあ、不動産の再生っていうのをやってるんですけれども、はい、そのこの再生をやる中でですね、うん、まあ、持ち込まれる案件っていうのがほとんどがですねそういったの空室問題だとか、うん、苦しんでらっしゃってもうちょっと運営ができないっていう方が多かったわけなんですね、うん、でまあ、我々のまあお客さんの中でもそういった方が多くなっているので、全国の大家さんにアンケートを取ってみたんです、はいはい、うん、そうしましたらですね半分以上の方がもう先行きどうしようってことを悩んでるってことが分かったわけです。ああそうですか、はい、我々は全く違うイメージがなかった、うん、不動産はうわーっと伸びていって、はい、みんな明るい兆しだ、うん、今みたいな、うん、ではないんですね、です実は。でしかも3人に1人はですね3人にも売却をしたいっていうふうに具体的に考えてらっしゃる方が、はい、3人に1人は、まあ我々が、もう積極的にですねお手伝いしようと思ってこう作ったのがこの新大ライフっていうブランドなんです。はい、まずですね、私どもこの再生したこう実績っていうのがありますので、積極的に、いわゆるこう、まあ、経営というスタイルでね、うん、一生懸命やっていきたいという方には我々のこのノウハウをお伝えして、うん、サポートしていきます。まあ、具体的に言うと空室対策をどうしたらいいのかとか、うん、どういうリノベーションをしたらいいのかということを、具体的には、話をしています。それでですねあとセミナーを行っているんですけれども、うん、セミナーの中では先ほどの空室対策だとか、うん、収益率を向上させることとかいうこともやりますし、うん、あるいはですね先ほどちょっと撤退っていうことだけお話したんですけども、はい、やっぱり撤退だけでじゃあその後どうするのっていうことがあるじゃないですか、はい、つまり代わりの資産が必要なわけです。ああ、はい、そうでしょうね。例えば相続の、はい、そうです、はい、相続の問題であったりとか、はい、その先のじゃあ 収入どうするのっていう問題が出てきますので、はい、そういう中で海外の不動産だったりとかですね、あるいは外国の保険だったりとか、あ金融商品だったりとかっていうそういう代替資産の情報のご提供をさせていただいているんです。はい、なんでそういったことを言うかというと、うん、不動産っていうのは財産全体で見たらごくごく一部でしかないじゃないですか、うん、他には有価証券も、あるいは保険とか、うん、まあ、金とかですね、うん、まあ、資産っていうのはたくさんいろんなものがあるわけですから、うん、自分が苦しんでるんだったら他にもちょっと目を向けていただいて、うん、資産を、自分のこう幸せを作る最適化をしていただきたいと、はい、まあ、そういうことなんですね。そのためのお手伝いという。そうですね、あ、はい、まあ、それ以外にですね我々の会員になっていただいた方には、うん、まあ、税務だとかですねホームといったことの、無料の相談会っていうのも、させていただいておりますし、まあ、我々のこの信用ライフっていうのはですね、まあ、そういった面で言うと、金融とか、ホームとか税務とかいわゆる大家さんがサポートをしてもらいたい、まあ、全てのね、内容っていうのをワンストップで相談できるこれサービスになってるわけです。はい、セットでね、はい、安心だよね、それはね、はい、そうですね、はい、なるほどな、時代は今そういうふうに流れてんだね、はい、まさに今日々ですね空室問題、僕らもその物件を買ってですね、はい、再生している、まあ、苦しんだりすることも喜んだりすることもある、うん、そうですよね、リアルなそのプレイヤーなんですよ、うん、ですから全く同じ立ち位置でアドバイス、させていただくことができますし、うん、
またですね、我々 この新オイライフの会員さんというのは、作ってこれまだ1年ちょっとのサービスなんですけれども、約200名の方に会員になっていただいております、でただこの会員さんっていうのがそのネットとかでね、入会された方ではなくて、一人一人お顔を合わせてですね、入会させていただいているというところが売りと思います。今すごくデジタルな時代で、バーチャルなこうコミュニケーションっていうのが、主流になりつつありますけれども、逆にあえてアナログですごくリアルな、ね、コミュニケーションを重要だなというふうに僕は感じていますので、それを大事にしているというところが。そうですよね、親身になってね、肌の感じも分かるような、そういうところですよね、大事なのはね。開始1年で会員数を200名にまで伸ばした新大家ライフ。そこには猪子のある思いが存在していた。私自身もですね、もう20年以上大家業をやってるわけなんですよ、事業でもやってますし個人でもやってきてるわけなんですね、で我々がアドバイスさせていただくのは の中でですね、まず最初にですね、賃貸経営の健康診断っていうサービスがありまして、皆様やっぱり毎年健康診断とかされると思うんですけど、賃貸経営のやっぱ健康診断もやっぱりしなきゃいけないだろうということで、まず来ていただいた方にはこれをお勧めしています。で私自身もですね、もう20年以上の、経験がありますし、私ども の, スタッフコンサルタントもですね、もう一人一人がまさに自分で、物件を買って資金調達をして、そして、いわゆる、企画を立ててですね、リノベーションしたりリーシングをかけて運営して、また販売まで一人一人頭から尻尾まで、全員一人でやってるんですよ、そういういわゆるプロの目でですね、今の状態じゃなくてこの先10年先のまで含めた健康状態っていうのを診断させていただくんです、その10年先まで見て本当にこれ続けるべきですか、撤退すべきですか、継続すべきですかと、投げかけるわけです、でまずそれを投げかけて決断していただくわけです、難しいですよね。でも難しいです、この急激な変化がある、時代でね、ただ先見の読みだね、ただね、全部ね全てやめるというわけでもなくて、不動産の中で組み替えるということもあると思います、やっぱりリスクが高いものだと、いわゆる健康診断みたいにですね、要注意とか、そういった診断を下させていただくんですけれども、まだ治療する余地があるものはね、我々がお手伝いさせていただきますし、これはちょっと手放した方がいいよっていうものは、リスクの少ない物件に買い替えたりですね、我々再生している企業ですので、我々が再生した、もう再生しているってことはもうダメだった物件を再生をしていますから、その再生するノウハウがもう分かってるわけですよ、その再生のノウハウ付きでお譲りすると、我々の再生した物件と変えてもらうとか、そういう組み替えというのも、やらせていただいているわけなんですね。本人が社長ね、取締役が自ら20年の大家さんをやっているというね、そのキャリアやっぱり大きいですよね、信頼の上でも。そうですね、本当に大家さんのもう痛みとかね、喜びももちろん分かるんですけども、不安とかっていうのも全部分かりますので、本当にもう大家さんの気持ちになってやらせていただけることができると思います。生活の要となる住まいのスペシャリストとして、クライアントの幸せ、そしてより暮らしやすい社会を目指す猪子義文。そんな男が心に留める格言とは。明日死ぬかのように生き、永遠に生きるかのように学ぶという言葉です。先ほど申し上げましたけれども、私ども16年創業して16年なんですけれども、100年企業を目指しています。まず私がですね、一日一日をすごく大切に来て、日々学んでですね、挑戦して、私がもし死んだ後でもですね、私のこの会社にその精神を残してですね、皆様のお役立ちをしていきたいなと、そんなふうに思ってます。素晴らしいね、すみません、お客様目線で、大家さん目線でね、なんか明るい日本を作っていただいたら、と思います。今日は大切な話ありがとうございました。ありがとうございました。舞浜リゾート一望、スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。
お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さあ続いてご紹介する企業様なんですが、はい、永遠のテーマです、うん、美と健康。美と健康、心がけてることありますか？もう女性人どうですか？美と健康、どうですか？いやもう私はよく寝る、食べる、休む寝ると休む一緒じゃない？だから女性は健康なんだと思いますまあそのおっしゃる通りですけどね、はい、何を食べるかとかどう寝るかとか、そう具体的なものあるでしょありますよ、はい、ありますよね、まあ、確かにだんだんこう質もきちんとしていかないと、みんな求めてね、きますよね、いかないといけないなと思うんですが、はい、さあ次にご紹介するのは美と健康に参加条を掲げています。こちらの企業さんです。美と健康、その2つの存在は時代が大きく変化する中でも変わらず世の女性に求められ続けてきた。しかし現状では20代から30代をはじめとする働き盛りの年齢であるほど日々の生活は運動不足に陥っていた。そこで美しく年を重ねたい、長く健康でありたいという多くのニーズを満たすため、美と健康の融合をテーマに一人一人に合ったプログラムで美しく健康にライフスタイルを追求する2人がここにいる。株式会社アビティスタイル取締役中島文江、そして取締役高塚和正。美と健康を掲げる3つのコンセプトには、事業として展開する空中ヨガをはじめ、ユーザーが楽しく続けられる運動、そして心地よい睡眠がもたらす心と体の休養、さらには自社ブランドのサポート食品で補うバランスの取れた食事、この3本の柱を武器に多様なニーズに応え、新しいヘルス&ビューティーの形を発信し続けている。今回は中島文江、高塚和正の2人をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。もともと始められたきっかけっていうと何だったんですか？もともと私やっぱり運動が大好きでして、はいはい、シェイプの頃でいろいろチャレンジさせていただいて、はい、その中でも結構こうヨガ、うん、まあ、これはいいなっていうのと、うん、あとダンスとかバレエとか、うん、そういうもののスタジオなんか作りたいなって思ってて、でもやるんなら今までない方がいいなと思って、うん、手であったのが空中ヨガで、ハンモックを使って、まあ、逆さになったりするんですね。そうみたいですね、うん、それめちゃくちゃ気持ちいいんですよ逆立ち健康法って昔からあるので、はいはい、やっぱり今けん、ね、逆立ちをって言っても結構難しいと思うんですね。蹴り上げる勇気とか、うん、キープ腕も、うん、それが簡単に布を使ってできるので、自分が体験してこの感覚はきっと今までなくて皆さん喜ばれるかな、ヨガも定着してきたしと思って、あとやっぱりこう汗かくっていうのはすごくいいデトックスで、温度免疫も上げるので体温上げるので、こういういいものをなんかいろいろ融合して一つのスタジオで作ったら、きっと忙しい方たちもなんか喜んでいただけるかなっていう。いやー、なんか非日常の的なところに連れて行ってもらえるじゃん、はい、そういう気持ちになるでしょ、はい、だって体逆立ちしたりぶら下がってないわけだから、うん、非常にこうストレスの緩和になりますね。そうなんですよ。そうでしょうね。一番やっぱり背骨が伸びるのがその自律神経と関係があるみたいで、皆さん結構ゆったりされて帰って忙しい方ほど、うん、なんかリラックスできたわ、伸びて気持ちいいわって帰られますね。いや、そういう秘密を持ってたとは知らなかったな。そうですね、どっちかってアクティブでしたね、はい、我々の世代ですから、ちょっと若い世代ですけどね、もちろん、ね、我々の世代じゃない、もう少し若い世代だけど、ね、ありがとうございます。そうですか。はい、それがきっかけ でやっぱり本当にスタジオだけだったんですけど、うん、お客様の声でいろいろライフスタイルをもっといろいろなんか、うん、知りたいとか、うん、教えてほしいっていうので、うん、このライフティスタイルを、ね、はい、うん、現在アビティ代官山スタジオの代表を務める中島との出会いを高塚に聞いた。15年ぐらい前だっけ？15年以上前だね。で、実はキー局のテレビのちょっと取材で、はい、僕の方が取材があって、
一応ビューティー関係の仕事をやってたもんですからずっと、うん、でそれで一緒に出会ってそれからすごくなんか意気投合して、うん、で、まあ、彼女のすごく何て言うんでしょうかもうフィロソフィーっていうか、うん、タレントになったきっかけも素晴らしいし、うん、それを貫いてるその意気込みっていうかそれ本当美と健康をずっと推進してるのでね、うん、僕はもうその彼女の一貫したその美と健康に対してのずっとこうやってきたものに対して、うん、すごく僕はもうリスペクトしてるんでそれは、うん、でちょうどこのきっかけで大学のラピティを開いた時に、まあ、ちょっとお手伝いなんかできればいいかなと思ってでそれでじゃあ一緒にやろうよってことで形になったんですよだからそうなんですよ、ね、理解者だね本当にね先輩美の先輩なのでいやいやノートなんですけど俺も12年前ぐらい知ってるんですね一方的に見てるだけですけどね嬉しいですありがとうございます何の張り合いだっていう、ねはあ、でもそうですよね、はあ、でもねあの本当に素晴らしいですし人間的にも素晴らしいですし、うん、一貫してやっぱりポリシーが持ってるのでブレ感がないんですよね、はあちょうどいいね。42で195キロ走ったんですよ。だからシルクの時だったから昔は。ガッツリ系だったので、根性はそうですよね。負けたくないっていうのありましたので、ただでもその若い頃やってた運動と年を重ねてってやってっていういろいろ運動した中で、本当にヨガはいいなっていうのがあったので、老若男女問わず、これはなんかもっと広げていきたいなと。あのだいぶもうブームじゃなく定着したんですけど、はいはい、いやまだそうは言っても、うん、ちょっとねこう硬、ね、いからとか、うん、あの痩せてからやるわとか、うんうん、なので、うん、そういう方たちの少しでもこう入りやすいところという意味で、うん、口ヨガは提案しましたいい基本的にコンセプトがですね、はい、もうあの健康のコンセプトは結構シンプルでシェイプ時代から、うん規則正しい生活、はい、もう食事運動もう睡眠これだなっていうのはずっと貫いてて、うん特に一の部分若い頃そっちばっかりだったんですけど、まあ、運動してればこう結構ストレス発散にもなって、うん、かなり追い込んでたよねいろんなとこで見たような気がするよ、はい、ありがとうございます、うん、でもなんかこうバランスって大事なんだな、うん、あの口に入れるものが体を作るんだなっていうのも、うん、それこそ結婚してからその主人がシェフでいろいろそれこそ私は今までこうジャンキーも食べて、うんまあ、食べて運動すれば裏前ベロゼロかななんて思ってたんですけど、うんうんうん結構そこから刺激をというかやっぱり40過ぎるとそういうのもなんとなくちょっと前みたいにいかなくなって、うん、で少し食事の方にも興味が出てきて、うん、そうそう代謝がねはい代謝が落ちますねもう燃えなくなんのよ気をつけてよ気をつけます早めにおじさんに聞いといた方がいいいろんなことアビティが掲げる美と健康の三か条運動休養食事このコンセプトをもとに誕生したのが美と健康をサポートするゼンビブランドだゼロから開発監修を手掛けた中島がこだわったサポート食品であるあ、なんだろうちょっとお抹茶のような匂いはそうですねはい香ばしいちょっときなこ風味ですねそうだきなこ風味だ、うん、味はきなこですあ美味しい、はい、本当ですか、はい、とろっとしてる、ねうん、男性って結構あの嫌がるんですけどこれ男性全然いけるんですよねだから本当に美味しい、はい、ほのかに甘いですしね、 そうですね本当ですかチアシードのプチプチ感もいいですそうなんです美味しいもう何のプチプチ感がわからない勝手に飲んでるっていう、はい、美味しいねこれがスーパーフードの、はいいろんなものが何種類ってあ、すごい108ですね108すごい、まあ、の中島はこだわってもう108は煩悩に訴えかけてそういうのも結構気にする方なので僕大学時代のジャージの番号108だったあそうですかみんなに言われる本当ですかすごいそれは選ばれたんですか全然知らないねすごい偶然のシンクロこんなこと言ってよかったでしょうか素晴らしい美と健康を追求し続ける中島と高塚が新たな第一歩を踏み出すビジネスパートナーとしてイオンリテール株式会社を迎え今年の7月末日新店舗を誕生させる7月の後半からですね、はい大きな展開を持ってきまして、はい、実はあの本当にですね東京オリンピックに向けて、はい、どこの企業さんも本当にその健康と美っていうことで進んでるんですね、うん、でうちのその事業体が実はイオンさんが気に入ってくれてまして、大企業そうですかで今実はスポージアムっていう、うん、あのショップを持っているイオンリテールって会社がありましてイオンの中に、はい、でそれとあとスポーツオーソリティって言いまして、うん、これもオーソリティですねでそこのメガスポーツっていうところがありまして
今イオンさんのその中の2社と契約がちょっとほとんど終わりまして、で事業展開もですね、そのイオンさんと共同しながら店舗展開していこうかなと思ってます。アビティのコンセプトに賛同したビジネスパートナーが思いを語った。私たちはただ単に従来のスポーツを一生懸命やるんじゃなくて、健康と美を意識化してこれを多様化することによって、もっと皆さんのライフスタイルを豊かにさせていく、そのようなことをイオンがお手伝いできればいいなと思っております。今後中島さんと一緒にお子様からお年寄りまで活用できるスタジオプログラムを開発していきますので、何分ぜひご利用して いただきたいと思います。また今後こういったタイプの新しいショップを随時、作っていきたいと思いますので、ぜひご利用していただければ大変嬉しいと思います。これから本当にその健康志向になりましたから、うん、皆さんで食事も気をつけてるし、自分でやっぱりケアすることすごい覚えてますよね、うんうん、でやっぱりだからキッズから、それも中島の思いなんですけど、うん、本当に子どもからお年寄りまでできるようなやっぱりヨガのスタジオを作っていきたいという思いがあって、うん、でそれをだからイオンさんと組みながら、全国展開したいなと思ってます。だから、うん、はい、全国展開ですか、はい、すごい一応それが目標です。僕らはい、はい、いや子供からっていうのは非常に大事だと思うね、はい、その中で基礎作っちゃうっていう、そうですね、健康に対しても、うん、体にの動かし方に対しても、そうですね、すごい大事なんだよね、はい、もね、新しいライフスタイルをコンセプトに美と健康の三か条を打ち出し、多くのニーズに応え続ける中島文恵、心に留める格言とは。起業するにあたっていただいた言葉が一つ、後押しの言葉が ありまして、うん、やっぱり二つ道があったらこう間違いなく難しい方を選びなさいっていう言葉をいただいたんですね、うん、タレントというところからこんな、ね、夢はあるんですけど、それが形にできるのかというのはすごく不安で、うん、始めたら後悔戻れないし、本当3回ぐらいどうしようか悩んでって、こうその時にやっぱりそのうちの社長が、うん、やってみなさい、失敗してもいいじゃないかって言って、とにかくチャレンジしないとっていうことで、私もやって本当に開けたので、すごくやっぱそこは物おじしないで進んでチャレンジしてよかったなと、はい、厳しい道を選んで、はい、こっちを選んでやってきたら顔になってきたっていうやっぱり喜び お声もいただけたり、仕事も広がってきて、本当に感謝しています、はい、今後のますますの発展をね、お二方で日本中を幸せにしてください、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ビジネスブックコレクション。家が売れない。私が船井倉庫研究所の経営コンサルタントとして5、6年前、日本全国を回り、地域の住宅会社の方々とお話をしていて、よく耳にした言葉です。今週のビジネスブックコレクション、おすすめの本はこちら、1000万円の注文住宅、新ローコスト住宅で建てよう。この本を書いたのはスタイリッシュハウスの佐藤秀夫さんと船井総合研究所の伊藤義彦さん。良い住宅会社ってどうやって探したらいいの、結局いくらなら適正な価格なの、などのあなたのお悩みを一瞬にして解決してくれる一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。